残殺の古城は、1965年に制作された、イタリア・アメリカ合衆国合作による、ゴシックホラー映画。イタリアで撮影され、ミッキー・ハージティ、ウォルター・ブランディ、ルイーズ・バレット、リタ・クラインが出演。多数の女性モデルを引き連れた撮影クルー一行が、古城を訪れ、シンクの処刑人と化した城の所有者に次々と、残殺されていく。 冒頭にマイ・ベンジェンス・ニーズ・ブラッド、マルキス・デ・シャーデーという引用が映し出され、笑い声が被さる。1648年12月5日、シンクの処刑人と呼ばれる殺人鬼が、自らの城内の地下牢で、自らの拷問具により処刑された。死の直前、殺人鬼は自分こそ神聖な方であり、自分を殺すことはできない、復讐に戻ってくると毒づく。 死刑執行人は、小もで、拷問具の扉を封印し立ち去った。時は、流れて現代。作家のリック、出版社のダニエル・パークス、秘書のイーディス、カメラマンのダーモット、そして6人の男女モデルからなる一群が、ホラー写真小説の撮影のために古城に入った。一行は無人だと思ったが、実際には非友好的な上司が、少数の使用人と共に住んでいた。 当初上司は一行追い払おうとしたが、彼らの中にイーディスの姿を認めると思い直し、地下牢への立ち入り禁止を条件に撮影を許可する。男性モデルのペリーは、この警告を無視して、同僚のラウルと二人で、地下牢に足を踏み入れた際、誤って鉄の処女の封印を落としてしまう。その後、ペリーは撮影中に落下した処刑具によって死ぬ。一方、ラウルは、 撮影を抜け、恋人で、女性モデルの一人スージーと二人で、地下牢に行ったところを、シンクの処刑人に出くわす。シンクの処刑人はラウルを失神させるとスージーに迫る。パークスは、この非常事態にもかかわらず、締め切りを優先しモデルたちに3倍のギャラを約束して、撮影続行を宣言する。リックはダーモットから、ペリーの死の場面で不審な影が映っているという、報告を受け、 拡大して、フィルムを現像していたところ、上司から、シンクの処刑人の存在を知らされる。その後、スージーの遺体が、地下牢から見つかり、ペリーの事故現場でも、処刑具を吊るしていたロープが、故意に切断されていた痕跡が見つかる。リックから警察に通報するよう指示を受けたダーアモットは、オープンカーで城を出たところを何者かによって、矢で射殺される。その際、リックは、 赤い覆面を被った不審人物を目撃し、上司を問い詰めようとしたところ、イーディスと鉢合わせる。彼女の口から、上司が自分のかつての婚約者で元肉体派俳優のトラビス・アンダーソンであることが判明する。一方、ペリーの恋人である女性モデルの加ーヨは別室で巨大な蜘蛛の巣を模したロープに捕らえられ、猫ほどもある毒蜘蛛に襲われていた。 彼女の部屋にはロープが縦横に張り巡らされ、触れたものを石弓で串刺しにする罠が施されていた。ため、リックは床を張って救出しようとするが間に合わず、加入用は死亡する。悲鳴と共に消えたイーディスを探すリックは、使用人の一人に背後から襲われ失神した。一方、イーディスは室内でアンダーソンと対峙していた。口論の中、アンダーソンは、 女の愛が自分をダメにするという理由から彼女を捨て、孤独を愛するがゆえにこの城にこもっていたことも判明する。さらに、彼がカーテンをめくると、地下牢から移動された、シンクの処刑人の遺体が現れた。その姿は、数百年経っていても何ら変化している様子はなく、アンダーソンと告示していた。アンダーソンは撮影隊が、シンクの処刑人の墓を汚し、 封印を解き放ったと告げ、シンクの処刑人は自分の中に蘇ったと宣告するとイーディスが目をそらした隙に隠し扉から出る。パークスと女性モデルのアニーとナンシーは拷問室に監禁されており、アンダーソンは女性モデルたちに様々な拷問を加える。一方、目を覚ましたリックはラウルの死体とともにベッドに縛り付けられ、 頭上からは鋭い歯が何本も伸びた天外が迫りつつあった。リックはラウルの胸ポケットにあった爪切りを用いてその場から脱出した。イーディスも隠し扉から拷問室に向かう。パークスは鉄製の檻に閉じ込められたまま焼き殺される。アニーを助けに来たイーディスは捕らえられ、アニーもアンダーソンに殺される。アンダーソンと彼の部下がイーディスらを拷問する中、 リックが姿を現す。アンダーソンの部下はリックを傍観で狙うが、矢はリックの前に立ちふさがったナンシーに当たる。アンダーソンはリックとの格闘の中、誤って自ら死の愛人に抱きつき、毒針により命を落とす。助け出されたイーディスは自分の世界に閉じこもったアンダーソンが風貌の似たシンクの処刑人となって復讐を果たそうとした。 と推測するが、リックは、本物の、シンクの処刑人の遺体はすでに朽ち果てており、場内にあった自分に似せて作られたものだと答える。そして最後に事実は、小説より、気なので、もうホラーは書かないと締めくくった。撮影は、バルソラーノのピッコローミ二条で行われ、室内は、アルテーナのボルゲーゼグーで撮影された。ミッキー・ハージティは演技の経験は、ほとんどなく、 自分を熟達した俳優と言い張るのは、一階のタクシー運転手がそう言い張るようなものしかし、本作では良い演技を提供できたのではないかと感じていると語った。残殺の古城は、MBS によってイタリアに配給され、1965年11月28日に公開された。イタリアでの公開時、総計6500万リラの工業収入を上げた。 アメリカでは1967年5月16日、ペースメーカー・ピクチャーズの配給により公開された。アメリカでは、テラー、クリーチャーズ・フロム・ザ・グレーブと日本立ての公開であった。アメリカ公開版は主に説明的な部分をカットして、74分に縮められている。アメリカの宣伝では、本作がマルキド・サドの作品に基づいていると主張した。 1972年、イオ・イル・マーク・エゼイで、シャーデーのタイトルで、イタリアで再公開された。評論家の反応は概ね否定的であり、クズ呼ばわりする批評も見られた。ありがとうございます。